はい、えー、今回はですねダイレクトメッセージ DM をいただきましたんでそのことについてお話していこうと思いますどんな DM かというとまあ私の考えとは違った方からなんですけども、まあ、久保さんはね全然本質が見えてないし知らなすぎるとで判断力も悪いから間違ったあ印象を持ってると思いますよっていうことだったんですよでこれに関しましてはその通りなんですよで何も見えてないしどんな解釈をするかも私の稚拙な脳みそでやってるんですよ まあでも、その結果結びついた回答がもしね間違ったとしても何が正解かわからないことに対してそれがね低能であるとかねあのまあバカにする要件になるのかっていうとまあちょっと違うんじゃないかなと思うんですよ。いや、考え方がたまたま自分と合わなかっただけでなんか全部見えてないとかね真実がわからないとかって言われると確かに真実は分かりませんわからない中でこうなんじゃないかなっていうふうに私は勝手に話してるだけなんですよ。 でそれに対してねやっぱこう言うべきではないっていうことは言うべきではないんじゃないかなと思いますじゃあこの世の中に口をきいていい人ってね真実が分かった人だけなんですかってことになっちゃいますよねほとんどの人は真実なんて分かりませんよ、ね、宇宙の限界は分かりますかとか何で人間は生きているんですか意思っていうのはどこから来るんですかもうこういうこと聞いても分かんないわけですよそもそもスマートフォンに電波が飛んでくるその根拠はどういうとこにあるんですかっての説明できる方はいませんし今日運転するクマの仕組みなんて誰も分かんないでしょ わかんないけども社会の中で生きていくことはできますし権利を主張することはできるし自分なりの考え方を話すことは自由だと思うんですよねですので私も誰かの言論を別にそれは言うべきじゃないよとは言いませんよねあ違った考えだねと違った考えに触れられて私も自分の狭い考えがちょっと広がってありがとうぐらいの気持ちなんですよね、まあ、ですんで言うべきではないっていうことはまあね言論の自由がありますから言うべきではないっていうことも自由に言えばいいと思うんですよ でもやっぱりね人の言論を封じるために真実が見えてないからみたいなこのすごくね曖,曖昧な言い方っていうのはまたね説得力がか,かくんでえどうして真実が見えてないのか私が発信している物事と真実の間にはどんな差があるのかってことが教えていただけるとちょっと勉強になるんですけどもねえそこをちょっとお願いして、まあ、この動画見てる動画わ分かりませんけどもよし久保に教えちゃおうかっていうことでしたら私の発言と。 いわゆるその方が言われる真実との間のギャップっていうのはどのぐらいあってどういったものがその間を埋めるためにねできることなのか教えていただければ幸いでございますはいこれからもね見えてないことわかんないこと多分ね言い続けると思いますでもその中で自分の間違いに気づかせてくれる人がたまにいるんでえーなんとなくねここまで生きてこれたのかなと思いますそして私はやっぱりねどう考えても普通の人とは感覚違うんですよご覧のように YouTube で喋りながら生きてますし、うん、いわゆるね多くの方がされてるような仕事っていうこともしてませんしねで、まあ、投資で何がしかの収入を稼いでますしどれもこれも考えてみたら少数派ののここととばばかかりりやっっててるるし確率の低いでできてるんですよそう考えたらやっぱり私はね多くの人の考えとか意見にはもしかしたらこぼれちゃったいわゆる落ちこぼれなのかもしれませんでも落ちこぼれだって喋りたいことがあったら喋っていいじゃないですかダメなんですかね とということで今日はちょっと弱音で終われてはいと思いますけどもいかがでしょうか